ありがとうございます。はい、どうもこんにちは。名乗れ。あ、ディフコンパニオンのドラムをさせてもらってます。トッシーです。あのさ、シュールもそうだったんよ。はい、どうも、翔太郎です。はい、どうも。いや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 。何もなんと、ちょっとどうしたん、もう早速そこなんかオタクバンドのなんか教室の片隅感がね、端っこにいて、そう自己紹介できない系オタク、なるほどね、よくないですね、はい。そんな、オタクのね、トッシー君とまた今回動画を撮っていくんですけど、いや今回はあの EAD10 っていう、あのなんて言えばいいの、簡易レコーディングシステムって言えばいいの、アコースティックエレクトリックドラムモジュールですかね。何それ意味やから、はい、僕も意味だ。確かそんな感じの名前だったね。そんな感じだったよね、はい、確かね。なんか結構そのまま PA につなげたりするんだっけ。あ、なんかこいつ1個であの PA 宅のなんつうんですか、あの穴の1箇所だけで全体が取れるから。なるほどなるほどなるほど、ね、はいはいはい、あと軽くコンプとかかけられてる、うん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 、エフェクター効果が得られるという。なるほど、そう、それをね、そうすごい高いんですよ。それ普通に買おうと思ったらちょっと4万くらいするんですよね。だからだからちょっと俺は手が出てなくて、でもちょっと気になるじゃないですか、うんうんうん、ね、演奏してみたらドラム叩いてみたとか結構使ってる人いるから。そうですね、うん、だからちょっと俺は俺的にはすごいなんかいいなと思ってたんだけど、ちょっと持ってなかったんだけど、うんうん、ちょっとトッシー君が持ってるってことで、ちょっと早速使わせてくれよ、ちょっとね試奏させてくれよってことで、はい、はい、今回ねまた一緒にスタジオ入ってます。ありがとうございます。いや、俺そうなの、トッシュの方がありがとうございます。あ、そうそう、僕も撮るの楽しいんで。あ、本当に、はい、そうか。まあ早速ね、今日ね、またね、マニアックな機材をね、トッシュに持ってきてもらってますんで、ちょっとその紹介もしながら、ちょっと実際に EAD10 の音を聞きながら、はい、やれたらいいなと思ってますね、早速ね、うんうん、まあ今日は、そう、基本的に EAD10 のこう、良さを伝える動画っていうのが撮れれば御の字で、あとまたなんかトッシーのこうマニアックな機材が増えたから、その紹介もできたらね、いいなと。またかこいつみたいな、またかこいつっていう感じだね。いつになったらやめるんだお前は。そう、だって前あんだけいろいろ説明したのにさ、もう使ってないみたいなやつとかさあるわけじゃん。いや、まあ、まあまあ、ね、ちょっと、まあ、まあね、まあ、使ってないわけじゃなくて、今使ってないだけで。まだ多分3ヶ月ぐらい使ってるでしょって。出た。ね、ちょっと今引退しちゃったやつとかね。そう、あのちょっと休憩中っす。休憩中、はい、でまた新しいの増えたんすよみたいなのがあるんで、まあちょっとフルセットではないんだけどね、まあ、まあまあ、特に特徴的なものをちょっと今回持ってきてもらって、うんうんうん、それの話もできたらいいなと思ってますね。じゃあ早速ね、やっていきましょうか。はい、そうそう、ゆずぼさん、よろしくお願いしますみたいな。よろしくお願いしまーす。はい、じゃあちょっと早速やってるんですけどね、はい、またちょっとセットが変わったってことで聞かせてもらいたい、見せてもらいたい。もう変なのなんかついてますね、もちろんね。なんちゅうなり方してんのそれ、やばいな、行かれてんの。初めて買った時に、うん、見た瞬間になんだこれはと、広まってない理由がわからないと。また前ティンパレスの時も言ってたよ、うん、いや、ティンパレスもまだ家で現役で使ってる、うん、ていうかティンパレスだったよね。そう、ね、うん、バなんですよね。バなんだよね、全部間違いです。ティンパティンパティンパって言ってた、ティンパティンパ、うん、ティンパにかなみたいな。そう。はいはいはい。で、まあ、これが多分俗に言うリボンクラッシャーって言われる類のものですね。リボンクラッシャー、へー、細い鉄板状の鉄板をなんかこういう細い形に成形して、ちょっと曲がってるやつを重ねて穴開けて、うんうん、まあネジでボルトで留めてるだけって言えば簡単なもんなんですけど、おもろ、これ結構海外の方だと DIY とかで作ってるような動画とかもあったりして。あ、まあ、作れそうではあるもんね。どこか、まあ、要は切って乗っけるだけなのに、うん、ただこれあの僕所有してるのが3個あるんですけど、同じ、はいはいはい、あのリズムテックさんっていうメーカーさんと、うんうん、あと何だったっけかな、ちょっとメーカー名忘れちゃったんですけど、うん、あとこれがあのピート・エンゲルハートさんっていう方が多分作ってる個人制作なのかなのものになるんですけど、はい、こいつが一番音がいいです。なるほど、はい、なんかなんつったらいいんだろう、有機的な音というか一番。ああ、まあまあ言わんとしてることは分からんくもない、うん、じゃあ、はい、そこに、次、行きたいんだけどさ、スネアの位置より低いスプラッシュって何？いや、どういうこと？叩けますよねって。あ、そう？あの、いや、僕、これは単純にあの、スプラッシュを愛してる人から怒られてしまうかもしれないですけど、おうおう、多分スプラッシュって、うん、
パシャーンって叩く以外に叩き方ないと思うんですよ。あー、なるほど。あのライドみたいにカップ叩くとか、そうだね、そうだね、そう刻むとかってない、基本はないね。だから叩けるところにあれば良いのではないかと、私は。マイキングの話になったら僕は殺されちゃうかもしれないです。はい、言うてますわな、すごいな。でさ、今ちょっとチラッとつったんだけどさ、はい、スネアっすよ、スネア。あ、また変わりましたね、はい、今回ね、変わったもの用意してますね。これ薄いね。そうっすね、 3.5 かなんかですね。 3.5 この厚さだと俗に言うピッコロですよね。うん、そうだね、うん、完全に。はい、まあ、これが、ラディックの、一回ちょっとこれどけちゃいますね。ああ、了解。そう、ラディックの、パイオニアっていうシリーズの1920年のものにおそらくなりますね。だから100歳です。めっちゃヴィンテージ、はい、ドヴィンテージ。え、いくらした、これ。これ中古で8万ですね。安っ。ヴィンテージが、そう、ただあの破損箇所があるんで、あー、そう、ストレイナーがパカって落ちちゃうんで。あー、そう、なるほどね。あのスナッピーの固定がそのままだとできないんですよ。ちょっと僕は工夫をしまして、はい、それストレイナーを紐で縛って、はあはあ、まあ、ここまで引っ張って結びつけて、そこにミュートもかませると、はあ、全てがうまい方向に噛み合ってこれはちょっとあのアニメのキャラクターからパクってきた案なんですけど、あの、そう、おっぱいを縛ってるヘスティア様っていう神様がいて、それを見た時にこれミュートでできるじゃんと思って。やっぱドラムとアニメは繋がってます。ぜひ見てください。はい、ということでこれはそういうアイディアで作ったものになります。で、こっちについてんのがね、俺が一切コメントしないことに突っ込むよ、本当に。いや、そういうことなのかなと思ってどういうことだよ。あの、オタクその対応慣れてるんですよ。なるほどね。そう、対抗の、うん、精神がありすぎて、俺の顔が今急に死んでたら見えたでしょ。全然見えなかった。まあまあ、でもこう財布のミュートもできるってことだな。そう、財布でおミュートとか。そうそうそう、あのロックでこれができない理由って財布が飛んでっちゃうんですよ。ああ、そうそうね、そうね、そうね。なんですけど、これだったらまあ財布でのミュートもできるし、確かに確かに、なるほど。で、これが、ヤマハの、まあ、今廃盤になっちゃってるんですけど、ジングルエッジっていうものですね。これグルーブエッジとカスカラウェッジとジングルウェッジっていう3種類があって、ほうほう、グルーブエッジはこれのジングルがついてないもの、はいはいはい、多分確か持ってるんですけど、つけた時にその分音が太かったような気がするんですよね。クローズドリームショットをした時に、うん、あの木製の木道の成分が足されるというか、うん、フープが木の、 あのウッドリムみたいな音が鳴るっていうちょっと特徴があって、うん、まあ、ちょっとこの子薄いのもあって、はいはいはい、あのクローズドリームが結構弱いので、あ、それの強化と味付けの意味でちょっと補強してる、はい、へえ、面白いね。そうですね、まあ、ジングルエッジが一番面白いかなと思って、うんうんうん、僕もあの3種類の中では一番気に入ってます、うんうん、カスカラエッジっていうのはちょっとあのここがもう縦に長くて、うん、あのこれ本その本カスカラエッジ本体を叩いてカッカッカッっていう木の音を出してやる感じなんで、ちょっとジャンルに合わないなと思ってつけてはないんですけど、使い方が分かれば面白いものかなとあれも思いますね。すごい。そんで、まあ、あのヘッドは前に紹介したラディックのブラックビューティーと一緒 の、 あの RMV のサターンというメーカーのね。で、このパイオニアも素材はブラス、素材はブラスですね。ブラスのブラックニッケル、メッキ、いや、これメッキです。普通にメッキ、はい、普通にメッキ。なるほどね、なるほどね、はい。ただちょっとブラックビューティー的なサウンドとは若干違うけど、ちょっと味は違いますね、うんうんうん、はい、ただ叩くと、まあ、明らかにラディックの音しますね。うん、もうで、これは中古で買った当初からついてきたスナッピーなんですけど、まあ、明らかに古いもので、素材もスチールじゃなくてブラスっぽいんですよね。あ、なるほど。なのでちょっとそのまま使ってます、はいはいはい、コードだけはあの弱そうだったんで、自分で持ってるダイニーマっていう素材を使った登山の靴ひも縛る用のモード、はあ、それがすごいいいですね。へー、あのスナッピーコードも一時期ハマってて、いろいろ試したんですけど、ああ、僕の中ですぐ切れちゃうけど一番反応が良かったのが、釣り糸の P っていう素材を使ってるライン、それを三つ編みにして編み込んだやつがあの一番反応自体良かったです。で、あとは麻紐とかもタコ紐とかも試したんですけど、うん、やっぱ切れますね。あ、全然わからないです。でその点あの登山用のコードが切れることもなく、はい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 、元気にね、あの鳴ってくれてるんで、うんうんうん、まあ、いいものを見つけたなと思って。あ、まあ、そう、登山用だからね。そう、
靴紐って結構あのいろんな素材があったりして面白いと思います。なるほど。はい、すでに編み込まれてるんで切れることもそんなにないですし。確かに。はい、面白い。ありがとうございます。はい、ということです。まあ、だからスネアはこんぐらいですかね。うん、これはやっぱちょっと持ち運びやすさを意識したような。そうですね、デュフコンパニオンが今ツアーをやってて、うん、そのツアーで持ち運ぶことを意識したスネアがこの薄さとなってますね。うん、はい、わかりました、ありがとう。はい、はい、あとまだ紹介したいものはありますか。いっぱいありますよ。いっぱいあるんですね。まずね、ハイハットですね。これもそうね。そう、はい、これは前に紹介したあの、うん、アジャハというメーカーのね、うんうんうん、ハイハットなんですけど、これから僕は怒られなきゃいけないかもしれない。これから怒られるの。はい、そういうこと。まずこのマイネルさんから出てるチンリングって言うんですかね、確か読み方。うん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 、まあ、これは結構乗っけてる方とかあのいらっしゃると思うんですけど、なるほど、ハイハットのオープンとクローズの時とかに、うんうん、音がカチャカチャ、ジングルの音が追加されるというか。そうですね、ただ僕より良くなってる、うん、いや、そういうものでして、そういうことね。そう、まあ、だからこれもなかなか味付けが美味しいというか。確かに。いや、もうこれで十分じゃない。これ鳴りすぎるんですよ。あーって思って何か乗っけるものがないかと探した結果、私が入手したのがこちらですね。何これ。あの沖縄の、まあ、民族楽器って言っちゃいけないのかな、沖縄の楽器ですね。どうやって使うの。本来本来は多分これ結び方がまず違って、でそんで手こうやって一枚一枚指一本一本に挟んでこうやってカチャ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 やる感じのだったと思います、はいはい、紹介動画を見た際は。これ素材が確かカシの木ですね。うん、僕ちょっとこれ結び方変えてて、まあ、ドラムに乗っけられるようにと、うんうん、はい、これ確かにちょっと硬くて、そう、カチカチ言うんですよね、こいつもね。そう、で、これがまあ怒られポイント1ですね。はい、そう、まあ、そのこの楽器を普段使ってる人には、おめえはなんてことに使ってるんだと。なるほど、なんちゅうことしてくれてるんだ。そう、うちらの楽器を、まあ、あの、怒られてもしょうがないので、あの、ちょっと優しく見守ってください。この子は、あの、ステキで叩くとちゃんとそれの音がします。カチカチカチっていう。これをステキ叩くの、わざわざ。そう、でそんでこれ乗るとある程度ミュートもされて、このジングルうるさくなくなるんですよ。確かに。うん、確かに確かに。音量が減ると。へえ。で次がですね、はい、あのこれなんですけど、何そのピスタチオみたいな。いや、うん、なんかわかんないですけど。わかんないの。なんかダンスとかで使うものらしいですね、本来は。なんか南国系とかみたいな。多分こうやって本来はこうやって腕につけるものなんで、ブレス、アンクル。あ、振ることで音を出す的な。うん、はいはいはい。僕最初これドラム叩くときに腕につけてようかと思ったんですけど。ああ、なるほどなるほど。それだけでも絶対音鳴るんで。うんうんうん、と思ったんですけど、うん、それよりもハイハットの上でこうやっちゃった方がいいのではないかと。これマイクで撮るとこの子の音は結構聞き取りやすい。あ、ハイハットにマイク立てると、はい、うん、そっか、繊細に撮れるんだ。そうですね。で、これが怒られポイント2です。確かにね、はい、確かに確かに。まあ最後の怒られポイントなんですけど、はい、あの、数珠です。バチ当たり。ちょっとこれはあの、僕のね、所属してた高校からあの、ちょっと得まして、アイディアを。なるほどなるほど。仏教が関係ある高校だったので、はい、あの卒業の際に数珠をいただけたんですね。はい、なるほどなるほどなるほど。まあ、それ数珠ってものを調べたら素材がいろいろあったりとか、うん、大きさがいろいろあったりで、あ、これはシズルなんじゃないかと思って。ドラマ、それシズルなん。シズルです。はい、ドラマ古来からあのお風呂の線でシズルを作ってきた生き物なんで、はい、だからでも単純に木製のシズルって考えたら結構珍しいものかなと思って、うん、はー、なんか鳴ってくれんのかなって気するけどね。いや、僕はこれハイハット以外にも例えば、はい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 、こうやってねライドに乗っけて、あー、なるほど、あのジャズの人とかがよくやるじゃないですか、うんうん、こういうシズルプレイ。確かに確かに、はい、まあ明らかに金属製のものより音が軽いという。確かに確かに、はい、うん、軽めだね。そう、木の価値必要性はあるなと思って、うん、あんまキンキンしないから。そう、いいですね。
で、あのサスティンがちょっと長めです、やっぱり粒がちっちゃいのと、とっても軽いんで確かに、はい、で、こいつを普段ここにこうやってへぇ一番下っすねあ、一番下なんだはい、一番下じゃないと入らないなるほどなるほどまあ、こういう感じでもうすごいね、ハイハットられないかなとあのもう多分そろそろこれ以上乗っけると、うん、あの物の重さでハイハットの音自体が死んできちゃうと思うのであこの辺りが限界かなとすごいな全然違うなおもろ全然違うなこれやると、もともと高くてちょっとあのキンキンしてた13インチのハイハットの悩みのピッチの高さが若干抑えられる。あそれがね、そうミュートするとね、はい、音程は下がるんで。で、まあだから結果的にいろいろ音が出るものを乗っけてミュートするっていう、うん、あの本来逆だと思うんですけど。ああ、なるほどね。はい。これは結構僕今好みで使ってます。変な人。はい、変な人です。そっか。いや、じゃあちょっと、じゃあまあちょっと、順番としてはね、おかしくなりました。トッシーの機材紹介が結構先って感じになっちゃったんで、まあちょっと次回ですね。もうちょっと次回に持ち越しましょう。ね、これあまりにマニアックなんで、もうこの説明だけでいいかな、もう今日は。もうちょっと喋りたかったっす。まあまあいいでしょう。本当に。ちょっとだけじゃあちょっとだけあのアピールポイント。アピールポイント。はい、ああなるほど。じゃあこいつなんですけど、そのツアーってことがあったんで。はいはい。全部アタッチメント1個で済むようにしたんですねああそうだね この部分だけでもう全部良くなってるわけで本当はこれも多分逆なんですよ長いところが奥で短いところがこっちなんですけど、はい、逆にしてだから木さんでここにあと2個つけれますちょっと前に金属製のギロに値するものをつけてて、はい、音量ちっちゃかったら外しちゃったんですけど、はい、ドラムって1回叩いたら1個の音しかならないですけど、はい、ギロだったらこうやって伸ばす間で音の長さが調節できるってすごい面白いもの、うん、あれはつけてたんですけどちょっと音量が足りなくて、はい、マイネル社のちょっと名前がわからないですけど、はい、つけてたのとあとはあのラテンパーカッション製のカウベルをここに、うん、あーカウベルはね面白いねそうただちょっとまああのライブ会場で音を取るのが難しすぎるっていうのとあその他いろいろな理由でちょっと今回除外しているんですけどなるほどねまあねこれはさなんだろうあの俺はねさっきも言ったけどあのね動画外で言ったかもしれないけど打ち込みっぽいっすねあのそうですねはい、うん、これなんかちょっとスネア打ち込みスネアっぽい、はいはい、エレクトロな感じを出しやすいかなっていうのがあるんですごい使いどころがありそうだあとはサブスネアを置いたときに、うん、サブスネアがすごいデッドな感じのサブスネアだとこの子はすごい合いますね確かに、うん、そうだねなんていうんですかねそのまあメインがカンカンで、うん、サブがちょっと不可動で、うん、まあ緩めのヘッド張りだったとかボスボスって感じだったら確かにそこに第3のスネアとしてそう君臨するわけだはあ面白いなまああと真ん中叩くと音が若干違うへえそうだから真ん中の方が使いやすいかも。うん。なんでちょっとハイハット的な使い方じゃないですけどとかもできたり。ああなるほどね。こいつはそう意外とねあの何でもできるというか。素晴らしい。あの変な形してるくせに本当に万能。確かに。はい。でも小スペースというかね。そうあの持ってく分にも。そう持ってくのにも細長くてなんならスティックケースにも入れようと思えば入るんじゃない。ああ。でっかいやつだったら。ね、はい。って思える形してるんで、おもろ。まああの売ってないですけど、ぜひ買ってください。あのおすすめです。オタクの悪いところね。売ってませんけど。出ましたね。はい、出ました、ね。はい。今の悪いな。はい。カットですかね。はい、そんな悪いところで。ところではい。じゃあ次回に。次回で。家利点を紹介。はい。続きます。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。